読売ジャイアンツ対オリックスバファローズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発松井が、小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないが大違いになりますからね。さあそういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。低めの変化球です。ボール先行です。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライクが入りません。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから インコース詰まりました。バッターボックス坂本、ワンアウトになっています。先発ピッチャー松井、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。低め、これは決まった。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。次が4球目、それで追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、まあ、次は速い球で押したいですね。緩急ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。走ってきた、打ちました。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあ2アウトながら先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。見送ってボール、153キロ、インサイド落ちました。もう一回インローに持ってきました。審判の手は上がらない。ボール、わずかに外れています。インコース、これは外れます。フルカウントです。打ちました、流しました。さあそして打席には柳田が入っています。さあなおもピンチの場面、まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。インコース打ちました、いい当たり。インコースファウル、打ちました。センターへ打球伸びる、さあこれからバファローズが守備につきます。そしてバッターは亀井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球空振りです。スライダー決まりました。ノーボール2ストライクです。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている坂本、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。バッターは3番吉田、2アウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが4球で2アウト、インサイド落ちました。インサイド落ちました。スリーアウト、チェンジ。2回になります。バファローズの攻撃、バッターは DH 小笠原。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低めに外れてボール、インサイド落ちました。強い打球、インサイド落ちました。
ートの終盤にノーアウトでの先制のランナーを許しています。バッターは小林。思い切ってエンドランを仕掛けてくることもある。バッターボックスには代打のグラシアル。ダニさん、ここで切り札登場ですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね。ランナースタート、初球打ち。さあ、そしてバッターボックスには大山が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりましたが得点圏にはせず、内のボール打っていった。さあ、そして打席には亀井が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。踏ん張りどころですからね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。内のボール打っていった。ここでバファローズ守備を変えてきました。2回の裏にあります。さあ、ジャイアンツ、この回は4番から始まります。中村が打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。引っ張った。バッターボックスには5番ビシエド。まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球打った。バッターは6番浅村。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。変化球外れました。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。インサイド打った。3回の表、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。さあ、打順は1番に帰ります。バッター山田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツ、初球打っていった。さあ、そしてバッターボックスには野崎が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナー。インサイド打った。3回の裏に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは山本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の、さあ、ここでジャイアンツ代走を送ります。バントしました。一塁方向。さあ、そして打席にはグラシアルが入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが1つ増えましたがチャンスは続きます。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。落としてきた。しかしバットは止まっています。これもアウトコース、ボールになります。これは綺麗に落として決まっています。ここは絶対抑えたい場面です。レフトへ入った。勝った。サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。